はい、皆さんこんにちは。今日はですね、クラブピラティスの話なんですが、重大な報告があります。クラブピラティスジャパンフランチャイズ加盟止めます。はい、止めますって言っても東京だけなんですけれども、東京都23区プラス、まあ、23区外も含めて東京都のフランチャイズ加盟を一旦ここで止めようと思ってます。っていうのもですね、今3月1日現在で17店舗のスタジオがオープンしているんですね。で、オープン準備も今20件以上あるんですよ。なので続々開いてくるんですけど、本当にありがたいことに調子よくてですね、この間オープンした有明ガーデンのスタジオは事前のその体験予約の申し込みが860とか来てるんですよ。で、オープンする前の事前入会でもう50名とか突破しちゃって、ソフトオープンの3日間で150名とか会員もゲットしちゃってるんですよ。武蔵小杉にも駅前で徒歩2分ぐらいのところの路面で、これも M&A バンクのビューアーさんが加盟していただいてお店をね、これも3月1日に、オープンするんですけど、同じく700以上か問い合わせいただいて、体験予約の60名の事前入会があってですね、すごいことになってるんですね。で、ありがたいことにフランチャイズ加盟の相談いただくんですけど、直営店でも我々出していってますし、まあ、既存のオーナーさんに増店もやっぱ東京開けておきたいので、一旦東京都のフランチャイズ加盟をクラブピラティスに関しては止めようと思ってます。で、神奈川とか大阪とか、埼玉とか、まあ、それ以外の地域では引き続き募集しておりますが、この感じでいくと多分大阪、福岡、神奈川も、まあ、今年の年末から来年ぐらいには一旦止めようかなとも思っております。数字がいいし、銀行デッドファイナンス引ければどんどん直営も出していきたいなと思っております。クラブピラティスで検討していただけるような方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ問い合わせしてもらいたいなと思ってます。最近はですね、某24時間フィットネスの最大手のオーナーさんが結構興味示していただいて、何名かの方に加盟いただいております。直営全スタジオ黒字になったんですよね。直営は今都心の恵比寿ガーデンプレイスと郊外型のセンター北と住宅地の高円寺っていうところで、まあ3つやってるんですよ、日本は。恵比寿ガーデンプレイスは2019年の12月か。でもここはもうある意味ドル箱みたいになっていて、で、次郊外型の駅前のセンター北も、ここも初期費用がそこは、ね、4000万いかなかったぐらいなんですけど、月にどれくらいですかね、まあ、原価消費がその年によって若干変わってくるからあれですけど、150万以上の毎月ビッタがこう安定的に出始めてきたなっていうような感じですね。で、高円寺が2022年の6月にオープンして、ちょっとね、上3階建てのテナントの3階のサウナはね、3階ぐらいそれこそ水漏れ起こしちゃってひどいですよね。まあそれで営業停止も1ヶ月ぐらいあったんですけど、結果会員さんがまあ徐々に伸びてきて、昨月ようやく減価償却もさっぴいて黒字化しましたね。なので減価償却も入れると多分80万ぐらいかな、利益が出てるような感じです。嬉しいですね。で、あともう一つ、2022年の6月にオープンした千川のスタジオが全スタジオの中で一番会員を抜いて1位になりましたね。はい、まあ、500近く会員がいます。1回選択して500タッチしたんですけど、まあちょっとねまた切っちゃっているんですけど、まあそんな感じですね。で、アメリカの方はこれが900とかいるんですよ、会員がね。だからますますこの春会員増えそうだなというふうに思ってますし、インストラクターを育成するためのトレーニングセンターっていうものを東京の田町で昨年9月にオープンして、ガンガンそのインストラクターを輩出してるんですけど、これもね大阪で、もうトレーニングセンター開設します。これが多分4月後半ぐらいですかね、まあ出来上がると思うんで、今年中に福岡の方にもトレーニングセンターを開設していきたいなというふうに思っております。なのでフランチャイズ加盟を検討されている方、ぜひぜひ、東京はねもう募集ちょっと終了しましたけど、それ以外の地域でもよければぜひ概要欄貼ってますんで問い合わせされてみてください。クラブピラティスビジネスすごいです、本当に。ぜひぜひ、じゃあお待ちしております。という今回はちょっとクラブピラティスのフランチャイズ加盟の案内というか説明動画になります。じゃあまた M&A バンクでお会いしましょう。ありがとうございました。今すぐ会社を売却する予定がなくても、ぜひサロンに入って M&A そして IPO を勉強しませんか。将来必ず役に立つと思います。ぜひ M&A バンクサロンでお会いしましょう。